ヨガって普通の運動と違うところがやっぱり思想の部分だったりとか、すごくこう自分の内側に気づきを与えてくれるから、その教えというかその気づきをマットの外で生かしていくっていうか、そのヨガが終わった後に続いていく。最近その e バイクになったおかげで、なんかすごい進んでる感じもするし、疲れないじゃないですか、何より。いや本当に楽しいです。こう仕事バーってやった後にこう自転車で帰るのとかすごいリフレッシュするから好きだし、わざわざこう走りに行くとか自転車乗りに行くとかじゃなくて、移動でそれを体験できるっていうのが最高ですよね。